頑張ります。その日、老兵は国の未来を憂いていた。先王の意志と習わしに従い、これより我が国セーラムの王位継承者の選抜を行う。神剣は自ら光り輝き、居並ぶ神家の前を浮かび飛ぶ。主となる新しい王を求めて。え、俺ですか？この神剣は俺を新しい王に選んだんですか？選ばれたのは継承者のうち最も身分の低い少年、タジ・アスガラフ。主の技に従い、神剣は変身した。その二振りの姿こそ服従の証。まさしく少年は選ばれたのだ。認められるものか。断らねばひどい目に遭う。俺は認めんからな。儀式などもうやめろ。いかん。このままでは戦王の道が滅亡になってしまう。中列の師アルダム・クラインは少年の前へ進みひざまずく。神王に忠誠を誓います。それはむしろ戦王への忠誠の言葉。その意志を守るために。ありがとう。こんな俺のために期待してくれるんですね。俺一生懸命頑張ります。騒ぐ大人に臆することなく、老兵に礼を加え、誠の義にあふれていた。その日、老兵は主君を再び見出した。タジ・アスガラフ、若き王。盗賊団がのさばってるって？よーし、それなら俺やっつけてやる。征伐部隊を組織してください、アルダムさん。陛下、何度も申し上げました通り、私のことは呼び捨てで結構です。それにしても陛下自ら征伐に向かわれるとは無茶にも程があります。そういうことは臣下に任せるものですぞ。でも盗賊たちは俺たちの国を荒らしてるんでしょ。新しく王になった俺がまず動かなきゃいけないんじゃないですか。仕方ありませんな。では、このアルダムも、お供いたしましょう。なんだか俺、ワクワクするな。セーラムを荒らす盗賊団を征伐するために、若き王の部隊は王城を後にした。盗賊団が潜んでいるという拠点は、ここです。アルダムが示した場所はスリナールとナーリンの2カ所だった。Thank you.
ブブブ。